最近気になってるスニーカーを一気に紹介していくぞー。さー。それにしても久しぶりの投稿だな。約1ヶ月も間が空いてたけど一体何してたんだ？すまん。最近あまりにも飽きすぎて家にずっと閉じこもっていたんだよな。堕落した生活を送ってるだけじゃねえか。7が揃ったら投稿する。堕落した生活を送ってるだけじゃねえか。とはいえ、この1ヶ月間いろんな服や靴を見漁ってきたから、今日はこれから発売されるモデルも含めてたくさん紹介していこうと思うんだぜ。ずいぶん間が空いて申し訳ないんだぜ。今日もよろしくだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最近外に出たら8秒くらいで汗だくになるんだぜ。サウナじゃねえか。まずはじめに紹介するのは、アシックスの新作コラボモデル、ゲルトレインだ。韓国、ソウル発の新鋭ブランドであるサンサンギアとのコラボなんだけど、シックな見た目でドタイプなんだよな。サンサンギアは2019年に設立されたブランドで、アウトドアとサブカルチャーの要素をミックスした未来的なスタイルが特徴となっているよ。テック系ファッション特集に入れようと思ってたブランドなんだよな。韓国の若者を中心に支持を得る気鋭のストリートブランドって感じもするね。東京、神宮前でポップアップストアを開いたりと、日本でも一部の層からは注目されているブランドのようだね。そのようだな。先月ソウルに1週間ほど滞在したけど、新鋭ストリートブランドが盛り上がっていた感じがしたな。韓国は日本よりも流行の移り変わりが激しいから、行くたび違う景色が見れて面白いんだよな。そうなんだな。このコラボは8月9日に韓国で先行発売され、その後順次にグローバル展開されるようなんだぜ。それにしても最近のアシックスは人気がかなり高いよな。体育館履きと呼ばれていたことも多かったのに、今や最先端のファッションブランドとコラボレーションシューズを次々展開している印象なんだぜ。ヒココスタジノフコラボあたりから人気がブーストした感じがあるよな。目が離せないんだぜ。ヒココスタジノフスタジオとアシックスが共同で発表する新しいユニセックスライン、アシックスノバリスなんかも登場したしな。メインラインよりは価格は全然高いけど、見た目はこっちの方が好きだな。合成皮革を使用したアッパーに、彫刻風のディテールを施したソールが備わった独創的なシルエットがキュートなんだぜ。白は室内履き感が強い気もするから、履きこなせるかがちょっと不安なんだぜ。アシックスといえば、今月に米ロサンゼルスを拠点とする新鋭ブランドアイレイトの50足限定コラボモデルも発売していたよな。今回は第3弾だったけど、即完売でプレ値で出回ってるようだよ。待て、このスニーカーなんか様子がおかしくないか？真っ青のスニーカーだと思ったら焦げて中身がむき出しになっているみたいなスニーカーなんだぜ。一体どういう演出なんだ？アシックスのライフスタイルシューズ、ヘルクオンタムキネテックを、東インドで綿や羊毛を手で紡いで手織りしたテキスタイルカジのガーゼ生地ですっぽりと包み込んで燃やしてるんだよ。芸術は爆発って感じじゃね？適当言ってるだろこれ。公式曰く、この一連のプロセスは、崇高な大義に没頭すること、傷跡のある生地、困難を克服することを表現しているそうだ。今やアシックスの靴はアートピースにもなっているんやな。アシックスは海外でも履いている人を多く見かけるし、これからも要チェックのブランドなんだぜ。日本が誇るブランドアシックスについてはこちらの動画で詳しく解説してるから気になった人は見てみてね。さて、次に紹介するのはサロモンの新作、X-Wings2 だ。濡れた路面や泥道などどんな場所でも活躍できる安定した瞬発力を生み出すデコボコソールが魅力の一足だね。アーバンリサーチの限定モデルなんだな。サロモンも当チャンネルでは大人気のブランドなんだぜ。アッパーのカラーと合わせたソールを採用し、統一感のあるデザインになっているね。アーバンリサーチといえば、今月ムーンスターの限定シューズも発売していたんだぜ。スチューデンという、学生用のブランドシューズに着想を得た、ムーンスターの定番スニーカーなんだぜ。運動時の安定性を向上させるヒールカウンターや、夜間の視認性を高める反射材といった、グランドシューズならではのディテールを取り入れながら、上品な佇まいが魅力的だな。ムーンスターといえば、以前こちらの動画で紹介していた日本の歴史あるブランドだね。非常に手が届きやすいブランドだから、価格重視の人はチェックしてみるべきだと思うよ。デザインもシンプルでかっこいいものが多いしな。お次に紹介するのは、日本のシューズブランド、OAO のサンライトコアだ。全体に配置された複数のステッチのラインと重厚感のあるグレーンレザーの質感がたまらないね。秋冬に欲しい一足だ。イサム・ノグチ氏の光の彫刻、明かりのしなやかな竹ひごの曲線や、数々の石や金属を用いた作品からインスピレーションを受けたデザインになっているんだぜ。存在感があって好きだぜ。OAO のシューズは、ヒール高がかなりあるのも特徴なんだよな。このシューズの場合、厚さが 4.5 センチもあるんだ。シンプルに構成されたデザインだからやぼった印象がないのもいいよね。間違いないんだぜ。曲線がブラックのバージョンも展開しているんだな。ビブラム社の新ソール、セルマットを採用しているから、機能面も申し分ないんだぜ。試着したことがあるけどかなりの軽量だったんだぜ。似たデザインだと、以前こちらの動画で紹介したカンペールのツインズが今セールになってるから狙っているんだよな。シーズンごとにユニークなデザインが登場するカンペールの靴も必見だぜ。次に紹介するのは、リプロダクションオブファウンドのジャーマントレーナースリッポンだ。以前こちらの動画で着用レビューしたブランドなんだけど、スリッポンがあるのを知らなかったんだよな。真夏は着脱が簡単な靴が活躍するから、スリッポンタイプのジャーマントレーナーも欲しいんだぜ。ここのブランドはとにかくクオリティが高いから、何足も欲しくなっちゃうんだよな。スリッポンだと、最近あまり話題に上がることがなくなってしまったけど、アリプスの EVA フォームラバーのこれを狙っているんだぜ。ヒール高は 4.5 センチで、未来的なフォルムが男心をくすぐるんだぜ。次に紹介するのは、究極のテクニカルシューズを提供するイタリア発のブランド、ロアの靴だ。高機能性だけでなく、洗練された都会のシーンにも溶け込むファッション性も兼ね備えているのが特徴だよ。初めて聞いたブランドだから色々調べたけど、選び抜いた素材と妥協を許さない職人技術を用いて作られたシューズを展開しているんだな。価格はかなりお高めだけど、いつか欲しいんだぜ。ハイキングシーンで活躍しそうなビジュアルだけど、ストリートからモードまで幅広いファッション好きに注目されているブランドなんだ。ちなみに2017年設立だから、比較的新しいブランドなんだよ。さて、お次に紹介するのは最近自分が愛用している他オネオネのシューズだ。ボンダイなど、履きやすい靴が多くてかなり気に入ってるブランドなんだ。以前こちらの動画で紹介したのを覚えてるかな？覚えているんだぜ。自分も他オネオネのシューズの特徴でもある、極上のクッション性に魅了された一人なんだぜ。軽量な EVA ミッドソールを使用しているから、長距離歩けるのも嬉しいよな。そうだね。新作のボンダイ B3LS も気になってるんだよな。パフォーマンス、快適性、スタイルを一つのパッケージにまとめた一足だね。厚いソールが快適な履き心地をもたらしてくれるよ。お次に紹介するのは、価格は張るけどかなり気になっているエンダースキーマのドレススケートシューズだ。スケートボーディングのためのファットレースや分厚いターン、ドレスアップのためのウィングチップやパーフォレーションが際立つスムースレザーが融合したボリューム感ある一足だね。極厚のスポンジが入った履き口とターンは見た目の印象だけでなく足をホールドする弾力も向上させているから、履き心地も抜群なんだ。シューレースを緩めても安全に歩くことができるし、いろんな履き方ができるのも嬉しいポイントだね。こりゃ欲しくなっちゃいますわ。ポケットしたスニーカーって、ラグジュアリーブランドも数年前から結構出しているよな。マックイーンのソールアップスニーカーを巨大化させたような靴が流行ってる気がするんだぜ。確かにいろんなブランドで見るけど、実際に履いている人はそこまで見たことがないんだよな。このリック・オーエンスのシューレースまで巨大化させたラウンドスニーカーなんて可愛らしいよな。可愛いけど、どう履きこなしていいのかがわからないんだぜ。丸2からも存在感ヤバヤバのポテポテスニーカー出しているみたいだけど、高すぎて手が出せないレベルなんだぜ。さて、次に紹介するのは、坂部幹雄氏が監修を務めるフットウェアブランド、グラウンズだ。海外メゾンと肩を並べるためのブランディングを開始したという最近注目のブランドなんだけど知っているかな？ SNS を見ていると、著名人で履いている人を頻繁に見かけるブランドなんだぜ。特徴的な立体ソールのデザインが多いんだよな。売り上げもかなり好調で、知名度もどんどん上がってると思うんだぜ。コンセプトにリープグラビティを掲げ、人間と重力の関係に変化をもたらすこと、人間と重力の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作りをテーマに靴作りをしているんだ。そうなんだな。個性的なおしゃれさんが履いている靴という印象があるんだぜ。今年には伊勢丹でポップアップもやっていたし、これからさらに流行りそうな予感がするんだぜ。グラウンズもそうだけど、ソールでブランドの差別化を図るブランドって多くなってきているよな。これ本当に流行るのかな？というソールデザインでも、意外と世間から受け入れられるもんだよな。そうだよね。グラウンズに関してはまた別の動画で取り上げようかなと思っているよ。自分はまだ履いたことがないから、履き心地がわからないんだよな。もし試着したことがある人がいたらぜひコメント欲しいな。さて、今日は久しぶりにスニーカーをチェックしてみたけど、気になるものはあったかな？視聴者様方が気になるブランドがあれば、ぜひ共有してほしいです。次の動画で取り上げるね。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。